のサイニエボーあるいはのサコとエマニュエルのサカレイギエボーはバンクーバーホワイトキャップスに所属するナイジェリアのサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。ナイジェリアのシャークス FC でプロデビュー後ワリウルブス FC に移籍。その後、ノルウェーエリテセリエン所属のリールストロム SK に2009年に移籍。2011年の同リーグでは17試合で8得点の活躍をした。 2011年8月8日にハッポエルテルアビブ FC に100万ノルウェークローネで移籍。同月18日に UEFA ヨーロッパリーグのプレイオフ FK エクラナスパネベジース戦で同チームデビュー。22日にはマッカビペタクチクバ FC 戦で初得点を挙げた。2012年5月15日にはグビアハメリナ決勝戦のマッカビハイハイ FC 戦で 決勝点を挙げ、同チームの制覇に貢献した。同月24日には120万ユーロ4年契約で、スペインプリメーラディビシオン所属のレアルベティスに移籍。2013年4月12日には、セビージャ FC から初得点を奪った。ベティスでは2シーズンで28試合に得点であった。2014年7月22日には、マッカビテルアビブ FC に売却された。 同月30日にデビューしたものの、この NK マリボル戦は1から0で敗北した。2017年には、チャイクルリゼスポールに移籍、9月8日には、バンクーバーホワイトキャップスに移籍した。のサは、アフリカネーションズカップ2013に出場する U-23 代表に選出された。ナイジェリアはこの大会で3度目の優勝を果たしている。ありがとうございます。